では、鈴木の発表を始めていきたいと思います。今回は、マルチタスクディープニューラルネットワークスフォーナチュラルラングエッジアンダースタンディングということで、先月末にアーカイブに投稿されたマイクロソフトの論文になりの紹介になります、今回の流れとしてはこんな感じになります。まず概要です。マルチタスクディープニューラルネットワークを、略して MTDNN というモデルを本論文で提案しています。この論文では複数の言語理解 NLU タスクにわたって言語表現を学習しています。また10個の NLU タスクでステートオブジアートを達成しています。また少ないトレーニングデータで高い精度を示すことが分かっています。はい、背景です。NLU タスクには2つのアプローチがあるというふうにこの論文では述べられています。1つがマルチタスクラーニング、略して MTL、 もう1個がラングエッジモデルプレトレーニングです。 MTDNN は両方の強みを合わせることを目指して作られました。まずマルチタスクラーニングです。これは別のタスクで得た知識を他のタスクにも利用するという感じふうな学習方法です。多くの関連タスクから教師データを効果的に活用でき、学習した言語表現をタスク全体で普遍的に用いることができるというふうに筆者らは述べています。次にラングエッジモデルプレトレーニングです。こちらは教師なしデータで言語表現を事前学習し、その後タスクに応じてモデルの微調整と追加学習を行うことで別タスクに適用することができるというモデルです。例としては先週紹介したバートやエルモなどが挙げられます。 MTDNN モデルについてです。 MTDNN モデルは、図としてこのようになっています。こちらの、レキシコンエンコーダーというところで、入力されたセンテンス、一文かもしくはペアの対の文のどちらかを入力されて、それを、単語の、ベクトルに変換してあげます。また、位置情報も追加したり、文章の先頭に、トークンを入れたり、二文で入力された場合は、X1、X2 と文章を置くと、その間に、セパレート用のトークンを置いてあげるというような形を、ここの歴史コンの最初の層で処理をしてあげて、それを次に、トランスフォーマーのエンコーダーに入力してあげます。ここで、文脈の、ベクトル表現を得て、そこから各タスクに応じたタスク固有の層に入力されていきます。今言ったレキシコンエンコーダーとトランスフォーマーエンコーダーの部分はどのタスクでも共有して使われています。また学習の内容もそのまま共有して使われています。実験タスクです。実験タスクは筆者らは4つに分類されるというふうに述べています。1つがシングルセンテンスクラシフィケーションということで、1つの文で判定をするタスクです。次がテキストシミラリティということで、2つの文が表す感情、感想などが類似しているかを判定するタスクのことになります。また3つ目がペアワイズテキストクラシフィケーションということで、2つの文の含意や意味が一致するか判定するタスクのことになります。最後がリレバンスランキングということで、質問応答のタスクの4つのタスクに分類されると筆者らは述べています。今回その分類に分けるとこのような表のようになります。基本的にはグルータスクと SNLI、サイテールというタスクを組み合わせた評価をしています。グルーでシングルセンテンスだとコーラ SST2 というタスクだったり、ペアワイズテキストクラシフィケーションだと MNLY などがあります。今回グルータスクですとテキストシミラリティは STSB 映画の感想のみのタスクになっていて、また同じように質問応答のタスクにおいては QNLI のみになっています。またこちらのタスクは先週も説明したんですが、こちら残りの方が SNLI は普通に NLI タスクなので特にこの辺とやってることは変わらない。ただちょっとデータセットが違うというだけで、下のサイテールは科学系に関する質問応答のデータセットになっているそうです。実験結果です。まずこちらがグルーのテストで行った結果になります。比較対象としてやっぱりバートのラージサイズと比較されていて、それでも提案手法 MTDNN の方が高いスコアを出しているということが分かります。
次にこちらが SNLI と咲いているので評価の結果になります。先週の、紹介したバートの元論文では、こちらはバートで評価していないので、ここで述べているバートというのは、筆者らが、改めてこのテスト用に調整したバートのモデルで評価しています。でサイズは、元論文でいう、ベースサイズなので、ラージよりは若干性能が落ちているというふうになります。でそれの比較、ね、とはなるんですが、それでも MTDNN の方が高い精度を出しているというふうにことが分かります。そしてこの3つ目の結果なんですが、これは先ほどのタスクの評価、ただの評価だけではなくて、教室ラベルの教師データ、教室付きデータを、減らした時の精度はどのくらいになるかというふうな実験になります。こちら側の図が、減らした教室付きデータを減らした分だけのでどれくらい精度が出るかというグラフ化したもので、こちらがそれを表にまとめたというものになります。これを見て分かる通り、MTDNN は、教室付きデータが非常に少ない場合でも、80% を超える精度を出し、高い精度を出している。対してバートは、50% と、ほぼ教師データでが増えていけばどんどん精度が上がっていくのは当然なんですが、その少ないデータでも MTDNN は高い精度が出せるということがこちらから分かります。まとめになります。今回、マルチタスクラーニングとラングエッジモデルプレトレーニングを組み合わせて MTDNN の言語表現を学習させました。またこの MTDNN は、幅広いタスクで高い成果を出すことができました。また筆者らは MTL のモデル構造の理解を深める、具体的には、その知識の共有の部分などについてなどを、より深く関することの理解をより深めることで、この MTDNN を改善できると考えているそうです。で最後に今回の文献になります。これは、出たばっかりの文献ですので、日本語の解説などもなく、若干、私の訳が間違っている場合などもあるので、その点はちょっとご了承いただければと思います。以上で発表を終わりにします。